今回の育成禁止でマス5級を目指すはスーパーボール級の対戦です。育成禁止とは、努力値禁止、技変更禁止、テラスタイプ変更禁止、特性変更禁止、性格ミント使用禁止、王冠使用禁止、の6つを禁止にした縛りです。そんな縛りで戦うスーパーボール級の初戦の相手は、草タイプ統一パーティーです。初手はマジカルフレームを覚えている羽ばたく神。タイプ相性が有利なパオジアンを選出して、3匹目の選出もツバメ返しを覚えていて相性が良い海流。この選出で戦っていきます。相手の初手は翡翠マルマイン。素早さ種族値150という超高速ポケモンですが、羽ばたく神がブーストエナジーを発動させて、素早さを上げれば先制して攻撃できます。マジカルフレームでダメージを与えていきます。マルマインの耐久でモムフリマジカルフレームじゃ倒しきれないか。マルマインは電磁波で羽ばたく神の素早さを下げてきました。羽ばたく神が麻痺状態になったとはいえ、マジカルフレームで特攻が下がっているし、マルマインじゃ羽ばたく神を倒すのは難しそう。このままマジカルフレームで倒しに行きます。身代わりか。麻痺で動けないのを期待してってことですか。羽ばたく神、ちゃんと動いていないわ。気のせいか前回のシャープ2から、結構運が向いている気がするな。むしろ、運がないとこのパーティーじゃ勝てないってことかもな。相手のマルマインの HP 的に、もう身代わりできないので、動けば倒せるぞ。リフレクターか。電磁波巻いて、壁張る起点作成型なのか。もう一つの技は実体上技のクロロブラストだったかもしれないな。相手が次に出してきたのはゴリランダー。グラスメーカーが発動し、グラススライダーをしてきそう。起点作成型の後なので剣の舞の可能性もある。アーマーガーは連れてきていないので、羽ばたく神で居座ります。あ、グラススライダーじゃないのか。行動できたし、急所も当たるって羽ばたく神自覚あるわー。ゴリランダーはトンボ返りを選択。アーマーガーや海流への交換読みだったんでしょう。交換で出てきたのはキノガッサ。羽ばたく神の現在の素早さ実数値は116。純速キノガッサの素早さ種族値は122。先制されると思って、マジカルフレームを選択してしまいました。マジカルシャインを選択しなければいけない場面でした。せっかく一度も痺れずに行動してくれた羽ばたく神に申し訳ない。持ち物が命の玉だったので、マジカルシャインで倒せていました。良くないプレイングをしてしまいました。ここはパオジアンを出していきます。気合の助けを消費されないように不意打ちしたいところですが、キノコの奉仕されたら厄介なので、聖なる剣をします。まあ、マッハパンチか。4倍弱点ですが、気合の助けなので、確実に1回耐えて、聖なる剣でキノガッサを倒します。ここまで来ればよほどのことが起きないと負けないはず。相手の残りは羽ばたく神が HP を半分以上削ってくれたゴリランダー。リフレクターが残っているので、不意打ちでは倒せませんでしたが、こちらには HP マックスの海流、なお特性は精神力。氷テラバースト以外なら勝てます。と思っていたら、降参が選ばれました。1試合目の勝利でランク8の昇格戦。ついに勝率は5割復帰。初手は相手のパーティーに全体的に役割が持てそうなルカリオ。ドラゴンタイプが2匹いるので、フェアリーの羽ばたく神を連れて、羽ばたく神以外には滅法強いアーマーガー。鋼タイプが弱点のポケモンが4匹いるので、うまくルカリオを使って対戦していきたい。さあ、この戦術でランク8の到達を目指します。相手の初手は巨ジオーン。
こちらはルカリオなので有利対面。インファイトの方がダメージが入りますが、ゴースト、毒、飛行テラスタルの可能性があるので、コネットパンチを選択。さすが攻撃無振りこだわり鉢巻きコネットパンチ。巨ジオンにいいダメージが入りつつ、攻撃が上がります。これで鋼が半減のテラスタルじゃなければ倒せます。耐久が高く、鉄壁を持っていることもある巨ジオンを、ステルスロックを任せるだけで倒せるのは大きいぞ。あ。さっき、20% で攻撃上がらなくてもいいから、この 10% の外しはしてほしくなかった。とはいえ、未だ巨ジオン側が不利なのは変わらない。相手にはルカリを受けれるのはアーマーガーくらいだったので、あとはアーマーガーに交換されないことを祈るのみ。さあ、次のコメットパンチは当ててくれよ。すると巨ジオンは守るを選択。低数ダメージを与えておこうってことですね。よし、当てた。こちらの後続は羽ばたく神、アーマーガーなので、ここで巨ジオンを倒せたのはかなり大きいぞ。そして塩漬けのダメージが蓄積し、ルカリオの HP は残りわずか。ここで出てきたのは羽ばたく神。持ち物のブーストエナジーが発動し、上昇したのは素早さ。ルカリオはこだわり鉢巻きなので、技の打ち替えができません。なので、ここは羽ばたく神を出してルカリオのこだわり解除。こちらの羽ばたく神に死に出しで、再度ルカリオを登場させ、こだわり鉢巻きバレットパンチで羽ばたく神を倒すようにします。さあ、再び戻ってきたルカリオ。バレットパンチ決まるか？決まったー。倒したー。さすがルカリオだ。これこそ波動の勇者。なお、波動系の技は一つも持っていない模様。相手の最後の一撃はセブレイブ。素早さ種族値は少し勝っていますが、おそらく抜かれていそうなので、このままバレットパンチでダメージを与えておきます。ルカリオが倒されましたが、こちらの残りはアーマーガー。あとはセブレイブの火力次第。一回も積んでいないボディプレスではセブレイブを倒せそうにないので、一旦鉄壁を積んで、セブレイブの攻撃を受けます。さすがセブレイブ、結構ダメージがきつい。イカ様ダイスじゃないの大きい。スララバリ一回あたりのダメージは25くらい。つまり鉄壁を積んだ状態なら5回命中しても60程度のダメージ。そしてアーマーガーの残り HP は81。あとは羽休めして、HP を気をつけておけば良さそう。え？急所に当たった上に、4回命中するなんて、今までの運のつけが吐き出された。運勝ちする時もあれば、運負けする時があるのがポケモン対戦。サイドランク8の昇格戦です。相手のパーティーで初手に来そうなのがアローラ球根。なので、初手はさっきと同様にこだわり鉢巻きルカリオ。相手にステルスロックを巻くポケモンがいないので、パオジアン。あとはウーラオス、海流にある程度役割が持てる羽ばたく神。この戦術で次こそはランク8に昇格してみせる。相手の初手は海流。ルカリオの素早さ種族値は90、海流は80と、素早さにあまり振っていない海流なら上から攻撃ができる。ここは冷凍パンチで4倍弱点を突きに行きます。お、先制した。勝った。何この海流、硬すぎでしょ。しかも、エアスラッシュ、食べ残し型か。さすがに物理受けっぽいですね。残りの技は電磁波、羽休めは確定っぽい。ここはテラスタルを切るか、
交換してくるかのタク、どっちを選ぶ？さすがに交換を選択か。電磁波やアスラ型の海流ってフェアリーテラスタルかな？それだとルカリを対面でテラスタルは切りにくいはず。交換で出てきたのは連撃ウーラオス。この対面、素早さはまず負けている。インファイトを読むなら羽ばたく神に交換。しかし、ルカリオの HP 的に水流連打でも倒せそう。海流、連撃ウーラオスだと羽ばたく神の通りがいいので、倒されたくないと考え、ルカリオで S 割を選択。しかし、ウーラオスはインファイトを選択していました。羽ばたく神への交換はさすがにリスキーすぎてできなかったな。さて、羽ばたく神を出してウーラオスを倒しましょう。後続のパオジアンはウーラオスと相性が悪いので、ウーラオスを倒させてくれると、この後の展開が楽になるぞ。動画上ではカットしましたが、相手は時間ギリギリまで考えて、ウーラオスを捨ててきました。そして出てきたのは海流。とりあえず、マジカルシャインで攻撃しておきます。相手はテラスタルを切ってきて、テラスタイプは思った通りフェアリー。マジカルシャインはそれなりのダメージが入る。やっぱり電磁波やアスラ型でしたね。この場面、後で見返してみると、初手のルカリオと海流の素早さ関係から、海流はほぼほぼ素早さを振っていないことがわかります。つまりブーストエナジー込みで麻痺状態の羽ばたく神の方が早く、マジカルシャインのダメージから、ゴーストテラスシャドウボールを、選択すべき場面だったかもしれません。テラスタルせずにシャドウボールをしたので、海流に攻撃を受けきれてしまっています。ただ、シャドウボールには相手の特防を下げる追加効果があるので、それを狙っていきます。この羽ばたく神、本当によく動くわ。しかも期待通り、特防を下げてくれる。さらにエアスラッシュを避ける。なんだこの羽ばたく神、すごすぎる。次のターンも動いてくれれば、海流を倒せるぞ。動いたー。羽ばたく神、自覚ありすぎんよ。相手はテラスタルを切って、残り一匹。こちらは麻痺状態の羽ばたく神と気合のたすき持ちのパオジアン。さらにテラスタルまで残っています。相手の最後の一匹はイユイ。ここはパワージェムでいいでしょう。ん？火炎放射なら。あ。これはこだわりメガネの火力だわ。ちなみにこのパオジアン。素早さに補正をかけているので、無振りでも最速102族を抜くことができます。EUE の素早さ種族値は100。ってことは確実に先制できます。え？耐えるんかい。まあ、気合のたすきで一回耐えて次のターンに攻撃すれば大丈夫。え？なんだよ、それー。今の試合で次こそは、勝ったなって思った人いたでしょ？残念、まだ対戦は続きます。相手は強力な物理アタッカーが6匹並ぶパーティー。初手は人流読みでパオジアンにしようと思いましたが、初手に炎オーガポンが来た時に全抜きされる可能性があるので、初手はガブリアス、そして物理受けのアーマーガー。上から攻撃できる羽ばたく神。この3匹選出でいきます。相手の初手はディンルー。これならガブリアスじゃなくて、パオジアンでよかったな。まあ、おそらくステルスロックを巻いてくると思うので、効果抜群のアクアブレイクでダメージを与えていきます。攻撃無振りのアクアブレイクはこの程度のダメージ。攻撃に努力値をぶっ破していても、半分も入っていなさそう。
気合のタスキを持っているパオジアンは連れてきていないので、あまり影響はなさそう。人類の持ち物はお盆のみ。ってことはテンプレ型の人類っぽいな。やはり吹き飛ばしか。この後は、人類がひたすら吹き飛ばしをしてくるターンが続き、こちらは人類の HP を削っていくだけなので、しばらく早送りします。いつも思うけど、羽ばたく神がフェアリー技を打つときに、マジカル社員なの割と恥ずかしいよね。相手になんて思われてるんだろ。人類を倒して、次に出てきたのはパオジアン。素早さはブーストエナジーが発動していて、こちらの方が早いので、パオジアンが不意打ちしてくるのを読んで、アーマーガーに交換します。あたかも物理受けかのようにアーマーガーに交換しましたが、アーマーガーは棒読む振りで、性格の補正は特防なので、正直物理受けと言っていいのか怪しい。とりあえず不意打ちをかわすことができたので、ここからは物理受けらしく鉄壁を積んで、HP 管理をしながら、パオジアンを倒していきたい。果たして無振りのアーマーガーはパオジアン対面で詰めるのか？つらら落としではなく、聖なる剣を選択してきたので、どうにか回復が間に合っていそう。パオジアンをいい感じに受けていたら、相手はパオジアンを交換してきて、出てきたのは連撃ウーラオス。鉄壁を積んでいるので、物理技なら余裕を持って受けられますが、ウーラオスは確定急所の水流連打を覚えるので結構やばい。相手は水テラスタル。しかし、ドレインパンチをしてきました。水流連打じゃなくて命拾いしました。相手は水流連打だったら勝てるって気づいていないっぽいな。それならさっさとウーラオスを倒しておきたい。ボディプレスでダメージを与えましょう。あ、急所だ。この残り HP で次のドレインパンチを耐えることができるのか？おお、耐えた。相手は水流連打を選択してきそうにないので、鉄壁をガン積みして、ドレインパンチの非ダメージ量を下げつつ、ボディプレスのダメージを上げます。ただ羽休めの PP が5しかないので、そこを考えて、積んでいく必要があります。すると相手は PP がなくなった模様。アーマーガーの特性がプレッシャーなのが生きました。そしてウーラオスの持ち物はこだわり系のアイテムだったんでしょう。さあ、相手の最後はパオジアン。まだまだ負け筋があるのが、パオジアン対面。つらら落としでひるみ、急所や絶対レイドでまだまだわからない。ただ相手は聖なる剣を選択。そしてボディプレスで気合のタスキまで削ることができました。さっきの対面で聖なる剣なら2体可能とわかっている。ってことは、次の攻撃は急所じゃなければ、勝てるぞ。しかしここで、相手は降参を選択。そして、スーパーボール級のランク8に上がりました。モンスターボール級で運がかなり良かった分、ランク7では運負けが結構多かった印象がある。ランク7は6勝10敗。この調子だと敗北級まで行くのは難しく感じる。ただ今までの縛りと比較してポケモンを選ぶ自由度が高いので、もうちょっとパーティー構築を考える必要がありそうです。では、ご視聴ありがとうございました。